知事会見を始めます。本日知事からの発表事項はございませんので、皆様からのご質問を受けたいと思います。何かございますでしょうか。いかがでしょうか。先進です。先日複数の報道機関が報道したんですけれども、参院選挙制度改革の中で、制度改革協議会の座長で合区案を示すという話が出ました。でその中で民主党政権の時もそうだったんですけど、山梨は長野の合区ということがかねてから言われていますけれども、この案がまた浮上したということに対する知事のご見解を伺いますでしょうか。そうですね、平成25年 の、 参議院選挙でのですね、一票の格差というのは 4.77 倍で、それが各高等裁判所で、違憲だとか違憲状態だとか、そういう判決が出ているということで、参議院としても何とかしなければならないと、いうことで、現在選挙制度委員会ですか、超党派での会議で議論をしているという状況ですね。そういう中で合区案というものが出てきつつあるということになるわけです。長野県との合区というようなことが取り沙汰されているわけなんですけれども、仮にもしそういうふうになったときには、仮に長野県との合区ということになると、心配するのはやっぱり山梨出身の候補者にとってみればですね、長野県の面積も人口もはるかに大きいわけですから、しかも人間的なこう交流ってのはそんなにあるわけじゃありませんのでね、ゆかりもあるわけじゃありませんから、山梨県出身の候補者が長野県に行ってですね、長野県で知名度を得るっていうのはですね、これは相当大変なことだろうなという感じがしますですよね。結果として長野県の出身の候補者の方が有利になって、そのことはその一票の格差を是正したというのはいいんだけれども、その選挙の当選の確率っていうか、その当選の機会というかですね、そういうものを不平等にしていることになるんじゃないかという気がしますよね。だからそのなるべく平等にしようとする結果がかえってその当選のチャンスという意味では不平等になるということになるんじゃないかと、いうことを私どもは懸念をいたしますですよね。むしろ東京都と合区してもらう方がですね、東京都の場合には非常に個人的な交流があって、東京の中にもう一つ山梨県があると言われるくらいにですね、山梨ゆかりの人も大勢住んでおりますからね、場合によっては山梨出身の候補者であっても、東京都でそういう人々に働きかければですね、当選する可能性もあるんではないかというふうに思ったりするわけであります。しかしこれは国会議員さんのなんですよね。まさに一番関心を持つ大事なところでありますからですね、やっぱりそれは参議院議員さん方がよくよく議論をしてですね、一番いいと思う方法を取っていただくしかないというふうに思うわけです。しかし個人的な感想としてはそういうふうに思っております。関連してなんですけれども、当選の機会が不平等になる、このことに言及されたということを踏まえると、こう人口割で簡単に考えたときに、こう地方の過疎化が進む県の選出議員が少なくなるということも知事の頭の中にあるんでしょうか。そういうことですよね。鳥取県と岡山県が一つの国だな、こういうこと、やっぱりそ鳥取県の人もそういうことは心配するだろうと思いますですよね。よろしいですか。他にございますか。はい、じゃあ前です。差し上げてもらうんです。明けの処分場のことについてはお伺いするんですけど、大丈夫ですかね。また新たな民主党の言葉の始まるんですけども、
今年度のですね、その閉鎖に向けたこの作業工程なんですけども、これは連休明けぐらいからこう始まるとかいう、そういう見通しはございますでしょうか。そうですね、時期はいつに具体的になるか、まだ承知しておりませんけれども、閉鎖に向けてのですね、覆土工事というやつをですね、現在の状態にある程度こう土を持ってですね、慣らしておくという、そういうことが、これは法律というか、法律に基づく基準で決まっているものですからですね、そういうその閉鎖状態にする、閉鎖状態にするための一定のそういう工事ですね、それを今年度中にやらなければならないと、いうことであります。最終覆土工事と呼んでおりますけれども、それを実施をするということになります。おりませんね。森林課長にですね、具体的なスケジュール等については聞いていただければというふうに思います。後ろの方の方はよろしい。はい、どうぞ。熊本で発生をして、熊本県も割と迅速な対応をとってですね、今かなり制圧をされた状態になっていると聞いておりまして、このまま波及なく続けばいいなというふうに思っているところです。厚生労働省からの指示もありましてですね、山梨県としては4月の14日、したがって昨日から、緊急立ち入り検査をですね、鳥がいる、鶏を飼っているその農家に対してですね、立ち入り検査を今やっているところであります。それと同時に、そういった養鶏家に対してですね、衛生管理を、しっかりやるようにと。具体的には、あれですね、その養鶏場にこの入ってくる人とか車の消毒ですね、それを知ってやるということとか、あるいは野鳥がこう紛れ込まないように防鳥ネットっていう鳥をこう防ぐネットを作るとかですね、そういうことをしっかりやりおるということを要請をしているところです。万が一例えば異常が発見された場合、例えばインフルエンザの症状を鳥が呈したりとかですね、あるいは1日のその死亡率が通常の死亡率の倍ぐらいになるというような状態になったり、そういう状態が生じたときにはですね、直ちに県に通報するようにという要請もしているところであります。いずれにしても非常に伝染性が強い、この疾病のようでありますのでですね、しかもまだ韓国ではそれが続いているということのようでありますから、緊張感を持ってですね、対応していかなければならないというふうに思っているところです。他にございますか。富士スバルラインについて伺います。大雪の影響で雪崩が発生して通行止めの状況が続いています。そろそろ、本格的な観光シーズンを迎えるわけで、夏場を考えると今年の場合は毎回規制の延長ということもあって、5合目の観光業者なんかはかなりその辺は早期の開発望んでいるかなということが考えられるんですけれども、今のところそのスケジュール感とかですね、見通しがあれば教えていただきたいんですけど、今の段階はスバルライン1合目駐車場まで開通しているわけですね。で現在はやっておりますのは除雪と、それから4合目の駐車場が道路施設がいくつか破損しましたので、そういうものの復旧というようなことをやっているところです。我々としては大型連休前にですね、5合目まで開通をさせたいと思っているわけでありますが、それは天候の状況をよく見ながらですね、そうしたいというふうに思っております。天候の状況によってはそれは思いとどまるということもあるいはあるかもしれませんが、なんても安全第一ですのでですね、そのことを十分念頭に置きながら、できる限り連休前にですねオープンをしたいというふうに思って作業をしているという状況であります。他にございますか。
同州制についてなんですけども、まあ、およそ1年ぶりにですね、同州制の議論がまあ再開されまして、まあ、先月にはあの宮城や広島の知事さんがですね、まあ、今国会にまあ同州制の方をまあ出してほしいという要望があったりですね、まあ、今月に入ってからは逆にですね、滋賀や兵庫の知事さんですね、まあ、慎重に対応すると対応してほしいという意見書を出したりですね、まあ、こうした動きがあるんですけども、まあ、そういう動きについて知事さんの意見はいかがでしょうか。そうですね、同州制については私は、まあ、あの国会議員の頃から、推進派でですね、まあ、実現をすべきだという考え方でいたんですけれども、まあ、あの率直言ってあの最近その意見を変えましてですね、変えたというか今の段階で同州制をやるのはどうもうまくないというあの考え方に変わってきましてね、と言いますのはやっぱりあの今のこの時代っていうのは非常にあの日本にとって重要な時代でですね、まあ、国家的な課題っていうものがいくつもあるわけなんですよね。まあ、もちろんデフレからの脱却っていうようなことも当然あるし、TPP のようなその国際化、あのグローバル化に対応していかなければならないという課題もあるし、外交面では、まあ、中国、韓国との関係をですね、正常化をする、あるいは北朝鮮との関係にきちっと対応していかなければならないというようなこともあるし、まあ、あの様々なこの非常にこの間違うと国が破綻するようなですね、非常に大きな国家的な課題を抱えている時だと思うんですね。これほどのこう課題をたくさん抱えている時代っていうのは、戦後においてないのではないかと、まあ、いうふうに思っているわけです。そういう時に同州制っていうのはですね、やりますとこれは確かにあの必要なことだと思うんだけれども、やっぱり国家の力っていうものをやはりある程度削ぐ方向に行く可能性があるんですよ。あの国の権限を同州をいくつか作って、その同州の、まあ、文献をしてですね、行くわけですから、あの、まあ、国のまとまりとか国の力というものを削ぐ恐れがあるわけですね。まあ、もちろんその国家的な外交だとかその防衛とか国家的なあの課題はもちろん国に残すわけですけれども、そういう懸念があるのと、それからもう一つはあの、まあ、役人がですね、同州制というものが具体化した途端にですね、やっぱり自分の身の振り方を考えるものだからですね、あのどうしてもやっぱりじゃあその同州の方にこう何て言うんでしょうかね、関心というかそれを向いてですね、本来 そういう国家的な課題に一生懸命取り組まないかんのにですね、同州の方にとこう関心が流れていってしまうという懸念があるんですね。まあそういうことをいろいろ考えるとですね、やっぱりこう今の時期はその同州っていうのは、同州制っていうのは今やっていくっていうのは、ちょっと今時期としてうまくないんじゃないかと、まあ、いう感じを強く持ってるわけです。平成10年から15年ぐらいの頃ならばですね、私はできたんじゃないかと、まあ、いうふうに思っているんですよね。今はこれはちょっとどうかなという感じを強く持っております。今ご意見聞いてですね、今まで賛成させていただいたのでちょっとびっくりしますけど、知事のその意見としてはですね、今のタイミングがちょっとうまくないんじゃないかということなのか、そもそも同州制自体が、まあ、どうなのかということをどちらなんでしょうか。今のタイミングがうまくないと言っている。で、私も同州制推進 の知事会議にですね、所属しておりましてですね、まだそれから脱退してるわけではないんですけれども、そういう意見であることは知事会議にはですね、申し上げております。しかし、まあ、非常に促進すべきだという強い意見でですね、まとまっているわけですけれども、私はそういう意見であることはですね、皆さんにはお伝えをしております。となると、まあ、今国会にですね、同州制の法案を提出するということについてもですね、こうご意見としてはいいでしょうか。やっぱり相当慎重であるべきだというふうに思っておりますですね。よろしいでしょうか。他にございますか。はい、関連してなんですけれども、知事の今の言葉の中で平成10年から15年頃までであればできたんじゃないかということ、理由というか根拠を教えていただきたいです。
やっぱりあの、まあ、内政外交の面見ていてですね、まあ、比較的安定していた、まあ、デフレの状態はありましたけれどもですね、まあ、比較的こう安定をしていた、まあ、日中関係、日韓関係も悪くないし、アメリカとの関係もそんなに悪くないしですね、まあそういう時期だったんじゃないかという気がしますよね。確かにまあ経済が非常にあの特に金融とかそういう問題がきつかったことはきつかったんですけれども、まあ、しかし安定をしていた時期じゃないか、まあ、そういう時期であればですね、同修正というのは進めていった方がいいと思うんだけども、今の時期というのは、どうかなという感じがしているわけです。あの推進派の知事さんたちの会議からは脱退する予定はありますか？まあ、今のところそういう予定もないんですけどね、あのその知事さんの会にはあのそういう意見書を送っておりますし、全国知事会の場でもあのそういう意見は申し上げたことがあります。よろしい、他にございますか？よろしいでしょうか？では以上で知事会見。さっきの平成10年から15年、読売新聞の話と申します。平成10年から15年の話だったんですけども、あの拉致被害者の帰国って大体その辺だった、2002年だったと思うんですけど、それでもやっぱりその時期は安定的だったとお考えなんでしょうか？まあそれはいろいろ問題はね、それはあの国ですからいろいろありますけれどもですね、あの今のこの時期に比べればね、まだそういう同修正をやってもいい、そういう状況の中じゃなかったかなって感じはいたしますよね。で一方においてやっぱり地方分権、あの市町村合併、まあ、そういうようなこともあの大いに進めようという機運があった時でしたよ ね。そういう時期だったと思います。あのちょっと 今の状況とは違うんじゃないかと。やっぱりこう今の時期ってのは外交にしてもなんか国家そのものが非常にこう何て言うんでしょうかね、舵取りをですね間違っちゃいかん、そういうこう課題があの多い時期だなという感じが強くしますのでですね、同修正よりも何よりもまずそういう国家的な課題をですね解決をしていくということに注力をすべきではないかという感じがしております。他にございますでしょうか？よろしいでしょうか？では以上で知事会見を終了いたします。ありがとうございます。